昨日あたりにツイッターでちょっと話題になっていたんですけど、一部の著名人、テリー伊藤さんであるとか、橋本徹さんですかね、ウクライナとロシアの戦争について、ウクライナは降伏した方がいいんじゃないかと、そういうような発言をどうやらされていたようで、それに対してこのツイッター上を見ていると、それに猛反発してるんですよね、日本の人たちっていうのは。百田尚樹さんとかも、ウクライナ人の命を救いたいというきれい事で化粧して本音を早く降伏しろ。ロシアのプーチンが泣いて喜ぶセリフを言ってることに気づかないバカとか、こういう強い口調で書かれたりしていて、これを支持している人がすごく多いんですけど、僕は全然その背景であるとか、ウクライナの人の知り合いもいないし、詳しいことは全然わからないんですけど、僕は日本人で日本の歴史を知っているんですよね、一応。軽々しいことは言えないっていうことは確か、ではあると思うんですけど、しかし、これ降伏しなかった歴史っていうのは日本も降伏しなかったことがあるんですよね。第二次世界大戦。あれ日本が降伏していたら、もしかしたら東京大空襲、大阪大空襲、広島長崎原爆、起きなかった可能性ないんでしょうかと。あれ僕がタイムマシンに乗って過去に行けるなら、自分は正真正銘未来から来た人間であると。これ降伏しなかったらどういうことがこれから起こるかお見せしましょうみたいな感じでするんじゃないですかってなるんですよね。これ責任取れるのかなと。もしこのままウクライナ降伏せずに頑張っていたら、とうとうプーチンが切れてしまって原爆使ってしまったと。多くの一般市民が犠牲になった。そうなった時に、この苦言を呈しているこのフィーフィーさんとかもそうなんですけど、百田尚樹さんとか、責任取れんのやろかと、どうしても思ってしまうんですよね。わからないんですけど、未来のことなのでどうなるか。で、その別の、なんていうんですかね、ジョージア人の人の記事とかを読んでみると、ロシアが来て、ウクライナを占領したら、ウクライナの人はもっと不幸になって、もっと犠牲者がいっぱい出るんだと。鬼のロシアである、悪魔のロシアであると。だからそういうところが支配しに来たら、もうウクライナ人は完全なる不幸になるんだと。これは完全にこのジョージア人の人の想像の話なんですけど、そういうことをおっしゃっていて、軽々しくそんなこと言うなと、降伏しろとか言うなとか言ってるんですけど、日本っていうのは大空襲されて、原子爆弾を炸裂させられて、そんなやつ悪魔中の悪魔じゃないですか、アメリカ。そんな悪魔今まで見たことないですよ。ロシア悪い、中国悪い、北朝鮮悪い。原爆使ってませんよね。東京大空襲してないですよね。そんな奴らが日本に占領しに来る。どれだけ怖いねんと。ロシアめちゃくちゃ可愛いやん。アメリカのその所業に比べたら。でも、そのアメリカ来て日本どうなったか。地獄にならなかったんですよ。だから僕もこれ降伏した方がいいんじゃないのかなと。思うんですけど、これツイッターを見てるとほとんどの人がこの降伏しろっていうのがおかしいって言ってるんですよね。完全に僕これ狂ってしまってると思います、この世の中。降伏した方が僕はいいと思うんですよ。わからないんですけど、未来どうなるか。もしこれロシアが原爆使ってしまったら、めちゃくちゃウクライナの人死んだらどうすんのと。あの時降伏しといたらこういうことならんかったのにって。日本が先に降伏していたら、東京大空襲あたりで降伏していたら、原爆って落ちなかったんじゃないんですかと。その経験が日本人にはあるのに、だから一つのアイデアだと思うんですよ。ウクライナの人降伏した方がいいんじゃないですかというのも。で、それを言うのは、そういう発言は愚かであると、こうツイッター上ではなってるんですよね。この風潮っていうんですかね、そういう空気が作られているのかわからないんですけど、狂ってると思うんですよ。原爆落ちたらどうすんねやろと。ウクライナ人よ頑張れって言ってる人たち。大丈夫ですかと。僕は思うんですけど、僕は詳しい状態がわからないので、あれなんですけど、僕の感想としてはそういうことをちょっと思いました。原爆落ちた時にどうすんのかなと。そういう話でした。以上、芸術を僕は少し。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。